玉ノ井部屋は、日本相撲協会に所属する、で若い一門の相撲部屋。1977年1月場所限りで引退して、以降は、カスの部屋の部屋付き親方に就任していた年より、13代玉ノ井が、1990年1月場所後に3人のうちで死を連れてカスの部屋から、分家独立して玉ノ井部屋を創設した。この時、 カスガノベヤの部屋付き親方である十一代山分も共にへ移籍した。東京都足立区に初めて創設された相撲部屋である。1991年には日系人を含む5人のブラジル出身の力士を入門させて話題となった。13代は実施である大関、土地あずまを筆頭として、他にブラジル出身の国崎などの関取を育て上げた。 2009年9月3日に定年退職を迎えたため、部屋付き親方である土地あずま親方が年寄り、14代玉の井を襲名して部屋を継承した。2011年1月場所において、富士東が新十両へ昇進し、14代が師匠に就任してからは、初となる関取が誕生している。2020年1月現在まで13代からの弟子で、ある富士あずま、 吉安妻、ま、あずが幕内昇進、14代子外の東白龍が重量昇進を果たしている2020年9月10日、日本相撲協会は玉の井部屋で所属力士28人中、重量の富士東と幕下以下の力士17名が2019、新型コロナウイルスに感染したことが分かったと発表した。同月5日に部屋所属の幕下以下の力士1名の 感染が判明し、濃厚接触者、部屋関係者が PCR 検査か抗原検査を受けて判明したという。9日に柴田山広報部長は新たな感染者の存在に言及し、複数であることを示唆していた。軽症の12人が医療機関に入院し、無症状の7人は部屋施設内で隔離されていたが、その後、同月10日のうちにさらに3人が、 翌11日に残る4人も入院し、感染が確認された19人全員が入院した。一箇所でなく、振り分けられての入院となったという。このため、玉の井部屋所属の力士全員、裏方については部屋に全く行っていなかったため、感染症の専門家が出場には問題ないと判断したという。また、休場する力士たちの成績について、柴田山広報部長は、それは、 審判部が場所後の編成会議で決めることとしながらも何かしらの形で取らないといけない。感染が悪いわけではないのでと救済措置の検討を示唆した。15日に相撲協会は当初の検査で陰性だった9人の力士のうち5人の感染が確認されたことを発表した。この9人は部屋で隔離中であり13日から念のために pcr 検査を受けて感染が判明。師匠の玉の井と従良の東流は陰性であった。5人は無症状ではあるが、これから手続きの後に入院を予定している。すでに入院している力士の中に症状があるもの、重症者はこの時点ではないという。足立区はこの集団感染をクラスターとして公表しており、9月場所の初日恒例の教会挨拶中に、 八角理事長がこのことについて謝罪した。25日の電話取材で、柴田山広報部長は入院していた力士について、再検査で陰性となって許可が出たものから、随時退院しており、26日で全員退院となることを明かした。9月場所を全休する玉の井に代わり、審判の職務は若藤が代行している。9月場所千秋楽の27日、 打ち出し後に玉ノ井部屋は公式インスタグラムを更新。師匠、玉ノ井の名前で感染者の治療に当たった医療関係者への謝意を表すとともに、感染者全員の退院、保健所、感染症専門家の指導の下部屋関係者の自宅待機の期間の終了、部屋内の消毒の完了な報告が行われた。30日、相撲協会は、 11月場所の番付編成会議で玉の井部や、力士全員について9月場所と同じ番付に据え置くことを決定した。伊勢ヶ浜審判部長が電話取材に応じ、それ以上やれることがない。本人たちも休みたくて休んでいるわけではない。コロナという特殊なことがあったので、そういう判断となった。インフルエンザは薬もあるし、予防接種も受けられると番付に影響する。 インフルエンザでの球場との違いも合わせて説明した。大関、玉の井平屋18人、コロナ感染相撲部屋初クラスター大相撲、日韓スポーツ、n i k k a n s p o o r t s c o m 2020年9月10日閲覧。第50法、区内の相撲部屋における、新型コロナウイルス感染症による、集団感染の発生について、足立区、相撲、 日本相撲協会が新たに18人の新型コロナウイルス感染を発表東京スポーツ新聞社東スポウェブ東京スポーツ新聞社2020年9月10日閲覧日本放送協会大相撲玉ノ井部屋で新たに18人新型コロナ集団で感染 NHK ニュース2020年9月10日閲覧玉ノ井部屋で 集団感染全力士と親方、秋場所を全球へ、朝日新聞デジタル。朝日新聞デジタル。2020年9月10日閲覧。玉の井べやの陽性者19人全員が、医療機関に入院。日刊スポーツ。2020年9月11日。2020年9月11日閲覧。クラスター発生。玉の井べや、新型コロナ感染の力士19人全員が入院。 スポニチアネックス、2020年9月12日閲覧。大相撲、玉の井ベアで新たに、力士18人が、新型コロナ感染症を含め秋場所は全球へ。デイリースポーツオンライン。デイリースポーツオンライン。2020年9月10日、閲覧。大相撲、玉のいべやの力士が、新型コロナ集団連鎖感染。サンスポー、コム、2020年9月10日閲覧大相撲玉の井ベアの力士が新型コロナ集団連鎖感染サンスポーコム2 0 2 0年9月1 0日閲覧 玉ノ井部屋で、計1 9人感染親方と所属力士全員、全級から大相撲、日刊スポーツ。NIKKANSPOORTS.com。2020年9月10日閲覧。玉ノ井部屋新たに5人コロナ感染、33人中24人に引く、大相撲、日刊スポーツ。NIKKANSPOORTS.com。 2020年9月15日閲覧。玉の井部や、新たに、力士5人が陽性。部屋の力士28人中24人に、スポーツ放知2020年9月15日閲覧。足立区。第50法、区内の相撲部屋における、新型コロナウイルス感染症による、集団感染の発生について。足立区。2020年9月18日閲覧。 八角理事長、安全、安心の相撲感染万全対策を、協調日韓スポーツ2020年9月13日19時30分、24人感染の玉の井部屋、26日にも、入院力士が全員退院へ。スポーツ放置。2020年9月26日へ閲覧。玉の井部屋の感染力士、19人全員入院、無症状の陽性者含め、読井ドクター。 読みドクター。2020年9月12日閲覧。インスタグラム投稿の投稿者、玉のイベや公式インスタ日時、2020年9月27日午前9時9分、アトック。インスタグラム、2020年10月1日閲覧。集団感染の玉のイベや、親方が力士ら全員の退院報告から大相撲、日刊スポーツ。 nikkanspoorts.com2020 年10月1日閲覧日本放送協会新型コロナ感染玉の井部屋の力士全員11月場所の番付背置き NHK ニュース2020年10月1日閲覧玉の井べや番付背置きコロナ集団感染異例判断中日新聞ウェブ中日新聞ウェブ 2020年10月1日閲覧。令和元年度版最新部屋別全スマイビ写真名鑑相撲2019年5月号別冊付録、ベースボールマガジン社、33ページ。ありがとうございます。